あざーす。待ってこれさ、本当にごめんなさいね、みんな誰ですかって思ってるとございます。待ってこれさ、え、ね、本当にごめんなさい、あれはってごめんなさい、本当にちょっとあの本当にね、すみません、誰ですかって思ってる方もいると思うんですけど、奇遇です。はい、一人なんですけど、お前誰って乙女太一っていう、本当にまあ、太一だけでね、こう出ちゃってるんですけど、乙女太一の名前すいませんって言ってても、本当に最近ツイキャスやっててね、ちょっとその人誰か助けて、おはようって、何こいつって、本当にすいません。と俺もまさか一人だと思ってなかったんで、オカマっつって、ちょっとね、オカマ入ってる、オカマ入ってる、オカマと男のハーフって感じみたいな感じでやらせていただくと思うんですけど、そう、入ってるんで大丈夫だよとか言って、大丈夫じゃないでしょこれ、一人、え、本当に、あ、すいません、本当に改めまして、新人の乙女大志と申します、よろしくお願いします。そう、いや、一人なんで、ちょっと新人なんで、え、新人一人放送、そう、新人一人放送、まあ、ツイキャスでね、まあ、ちょっとやってるから、太一だって、本当にありがとうございます。なのでね、ちょっとね、コメントがちっちゃいわ、俺の太一って、その多分ね、俺のね、助けて誰だよってさ、そう、俺もね、誰だよって感じなんですけど、奇遇ですね、一緒です。はい、手汗が今だいぶやばい、本当に昔さ、手汗でさ、本当にやばくないこれマジで、さ、研修の時髪びしょびしょにしたぐらいさ、手汗やばかったからさ、よく喋るな、キモ、なんかウケるとか言って、可愛いとか言うな、そんなに、かっこいいって書いておいて、キモとかね、そんなのもう大体わかる、いつもさ、かっこいい人出てるじゃん、ここにツイキャスでさ、そう、たまにはブサイクもいいでしょって思うけどね、新人さんなのにニコ生見に来たよとか言って、ニコ生ありがとうございます、本当に、よく喋るなって言ってね、多分俺もほんとコメント読まないで、一人で喋るんで、はい。ほんとよろしくお願いしますね、これ、ほんと、あ、これ、太一って、俺、乙女太一とかにできます？ちょっと待ちます。はい、これね、早乙女太一にね、昔めっちゃ似てるって言われてて、乙女太一って名前にしたんだけど、全然似てないよね、ほんとね、喋り悪くないって、ほんとですか、ありがとうございます。さあ、乙女太一って名前にしたんだけど、この前さ、ほんとなんか全然このさ、まんまさ、バーでさ、俺マジで早乙女太一似てるから乙女太一名前にしたんだよねみたいなこと言ったらさ、全然似てないみたいな、ベトナムの観光大使の方が似てないみたいなこと言われて、そんなことなくねとか言って、そんなことなくねと、乙女、猫がやってくるよとか言って、猫ツイキャスでしょ、猫がやってくるよって感じでしょ、そう、俺、その俺です、よろしくお願いします、乙女太一です、喋れるの偉いねって、これ偉いって感じなのか全然わかんないんだけど、そう、了解です。あ、これからオープニング入ります、いきますよ、ロマンスの乙女太一がお届けさせていただきます、本当ロマンスのナイトチューブ始まります、よろしくお願いします、やっほー乙女太一だよって感じで、あ、これカメラ、これもうこんな速さなんだ。ちょっと待って、オープニングめっちゃ短かった。ちょっと待って。今ね、ちょっと待って、お酒作っております。はい、もう酔わないとやってやんないかなと、向かい酒って感じで、もうめっちゃ飲んだんだけどね。顔赤くなってきたけど、多分気にしないで、そう。多分体質的に赤くなる。お酒めっちゃ強い。うん。ほんと、待って、何歳ですかってね、配信日を、そう、ほんと配信日を。二十歳でございますよ。乙女太一と申します、ほんとに。改めて。新人の1ヶ月ぐらいかな、よろしくお願いします、乙女太一と申します。本当にツイキャスもね、言うてもまだ始めてね1ヶ月ぐらいなんでね、これさ、どこがもう分かんないから、ここ見るね、うん、よろしくお願いします。もともとね、メイド喫茶のキッチンでバイトしてたから、なんかね、多分これ見てる方でメイド喫茶のキッチンでこいつ知ってるみたいな、多分ね、いると思うから、そうね、ちょっとね、うん、頑張りすぎてた昔ね。そう、てかさ、待って、ほんとさ、今日何日だっけ、待って、今日何日、うん、今日20でしょ、もう早くね。てかさ、俺さ、今年さ、めちゃめちゃバレンタインもらえなかったんですけど、皆さんバレンタインはどうなさいました？バイク便で送っといてください。ちなみに太一はバレンタインもらえなさすぎて、今日買ってきました、バレンタインチョコを。はい、これね、お願いします。めちゃめちゃ豪華じゃないこのチョコレート、800円もしたんだけど、これ新人が買えるような値段じゃないよね、ほんとね。これ開けるね、チョコ食べながら配信します。ツイキャスで有名なの、全然有名じゃない、自覚してるって。あ、ほんとに最初
パートめたいしかと思った。本当マジで本当よろしくお願いします。いつもさお家でさツイキャス配信してるからさ 9.7 割ぐらいのさ声のさ声量しか出せてないんだけどさ、今日はさなんかすごいかっこいいスタジオでさやらせていただいてるからさ、今日は 9.8 割ぐらいで行かせていただこうかなと思ってるんですけど、これやべえゴミ箱がないから、うん、ポッケに入れとこう。よろしくお願いします。本当にテンションツイキャスで有名だよとか全然有名じゃないよね本当にね。ありがとうそんなこと言ってくれて、もっと盛り上げといて、乙女大地かっこいいって言って誰か、ありがとう。すごいです。待ってこれどうやって開けんのこのチョコレート、すごい難しい。見てこれすごくない、これ見てこのチョコレート。本当にみんながくれないからこういうことになるんだよ。来年はくれるようによろしく。来年っつってもさ俺本当に一番好きな食べ物がウィンナーとチョコレートだから、いつくれてもいいよ。うん、よろしくお願いします。本当にコメント読まないとねダメだよね。コメント読むね、ごめんなさい。大地かっこいいって本当ありがとうございます。一人でよくすごく喋りますね。だいぶ喋ってるよ。うん、いつもツイキャス1日5時間ぐらいやってるからね。うん、待ってめっちゃ手にチョコついたんですけど、みんなにもあげない。これ誰か欲しい方いたら全然言って、本当に住所ここに載せといて、うん、コメント欄に載せといて、そしたら俺がバイク便で届けといてあげる。いただきます。これどうやって食べるのね。これさ俺白いさシャツ着てるからさ、これチョコレート食べられないんだけど、これ何味だと思う？チョコレートに決まってるよね。ごめんね、ちょっと一人で食べよう。うまっ、うまい、めっちゃ。ちょっとねチョコレート食べてるから黙るね。うん、だいぶうまい。これ深海魚みたいな顔してるでしょ。俺奇遇で、俺も思ってた昔から深海魚みたいなね顔してるなって。ちょっと待って、チョコレート食べてるからそんな面白いコメント俺がチョコレート食べ終わってたし、うん、あと少しテンポ避けたらって、それはすげえわかる。コメント読まないもんだって俺ほぼ、うん、全然読まないから、みんなが勝手にそこで会話しといて、うん、だからキモいとかよく書いといたらね、ダウ1がダウ10キモいって書いて、俺が読むの 0.25 ぐらいじゃない、うん、さっさ食えやとか、さっさチョコメン、大地かっこいい、こいつ面白いなって、ありがとうございます。多分こいつ面白いなって、多分男でしょ。男ありがとうございます。本当俺と一緒ですね、男なのね。本当嬉しい。本当にコメントはこうやってやった方がいいのかな、うん、よろしくね。そう、ツイッターにさ俺がさ、あ、これさあのツイッター、あ、すいません、すいません、いいですか。ツイッターのとこ、はい、TW 抜かしてもらっていいですか。あ、ツイッターって分かりやすくやっちゃったんですけど。あ、了解です。はい、すいません。待って、ちょっと前のさコメント読もうか。どんな男性が好みですか。男性は好みではありません。女性が好きなオカマって感じ。オカマでもないし、ね、そもそもね、喋、うん、り方がこんななだけで、みんながちょっとね、そう、太一髪の毛伸びたねってなんで知ってんの。え、待って、太一って、え、待って、俺のこと昔から知ってる人ですか。ちょっと怖い。やっぱこれ出る回あるね。そう、ちょっと何言ってるか分かんないっすって。うっそ、奇遇一緒ですね。本当に喋り方をね、やっぱ仕事何してたんですかってさっき言ったよ。メイドキッズさんのキッチンやってた。そう、ちゃんと聞いて。乙女大地ちょっとバカだから記憶力ないんだけど、言ってなかったっけ、ごめんなさい。偏差値30しかないから、そう、言葉をね146個しか持ってないから、大体同じことをルーティンして喋ってる。よろしくね。うん、なんで喋り方そうなんとか言って、喋り方よくわかんない俺も。ツイッターでさ、そう、ツイキャスのさ今配信してるよ、ヤッホーとか言ってるから、それよく見といて。うん、全然そんな感じで大丈夫でございますよ。本当に頭の回転早いんですけど、酔ってんの、全然酔ってない。シラフでもこんな感じ、うん、ツイキャスも影響前後でやってんだけど、うん、大体こんな感じ。よかったら見てみて。ここで乙女大地の宣伝でございます。ツイキャスを見てみて、うん、よろしく。うん、そう、でもこう見えてね、そう、中2から3の時はね、そう、パニック症候群持ってた。そう、パニック症候群知ってる？なんかね、そう、大勢のとこにいると、パニック症候群っていうか、まあ、自分がそう思ってただけなんだけど、まあ、パニック症候群、なんか大勢のとこにいるともう出たくて、もう手足がね、もうブルブル震えてみたいな。そう、そもそもその原因となったのがさ、昔さ、乙女太一ね、その剣道をやってて、そう、なんかあやべ都大会に行こうと思って、こうやって都大会に行くためにさ、こうやって電車乗ってるじゃん。そしたらすごい満員電車でバーって入ってくるの。この東京に住んでる人が多分いないと思うから、ちょっと分かんないかもしんないけど、東京に住んでてさ、で満員電車バーってバーってきてさ、うわやべえなーみたいな、満員電車マジすっげえなーみたいな思ってたら、こうたまたまね隣にね、このインドの方が来たの。うわ最悪やと思ったら、でインドの方って多分ジャパニーズカルチャーを知らないから、なんかハマらせよーみたいなね曲でさ、こうやって来てさ、うわ最悪みたいな、イヤホンでさ、そんなでかい音出るイヤホンなんて世の中にある、誰が開発したのみたいな感じの時に、そのインド人がたまたま隣に来て、そう、俺がうわ最悪だよみたいな、こうやって見たら、そのインド人があれ
こいつ聞きたいんじゃないみたいな感じで、このイヤホンをね、こうやって刺してきたのに対して、最悪っつって。でさ、俺さ、新宿まで40分ぐらいだのね、東京から、東京出身なのに、東京生まれなのに、新宿まで40分ぐらいでさ、そういうのとか言って、そう、本当に長垣剛とかだよ、そう、長垣剛さんも確かそうだっつってたよね。てかさ、こんなにいっぱいコメント来ててさ、やっと長垣剛ごめんなさいね、本当に。でもこれあれなんでしょう、俺全然さ、これ言ってるのナイトチューブ全然見ないからさ、全然見ないっていうか、ほんと全く見ないからわかんないんだけど、なんかここら辺にさ、ヤッホーとか書いてあるでしょ、ここら辺に。なんか全然わかんない、手が届かない、手が短すぎてびっくりした今、顔のデカさにもびっくりしてたし今、ね、あんま近づかない方がいいね。うん、よろしくお願いします、猫がやってくるよとか言ってこんな感じでしょ。そう、よろしくお願いします、ほんとに。あー、ちょっと呼吸タイム、ちょっと喋りすぎた、みんな喋ってていいよ、ちょっと、喋るね、乙女たち、もうちょっともう我慢の限界、喋りたい。うん、そう、でもね、ほんとね、ロマンスさんね、ほんとにほんとありがたい、ほんとですよね、ほんとこんな真珠を入れるって言って、入れてくださるっていう、ね、すごい、ほんとに早く旅行に行きたい、早く旅行に行きたい。乙女大ちゃんね、今まで人生の中で家族で旅行に行ったことは1回しかなくて、しかもその1回っていうのがさ、そう、なんかね、千葉県のね、これね、千葉県出身の人は多分知ってると思うんだけど、このマザー牧場っていうさ、そう、マザー牧場っていうね、ところで俺さ、旅行に行ったことしかないの。東京に住んでたのに千葉のマザー牧場って何と思ったんだけど、そう、なんかよくわかんねえさ、豚のさ、レースとかこうやって見てさ、何が楽しいのこれっつって、何なのこれとか言って、豚がブー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 って走ってさ、頑張れとか言える、言えないよね、普通ね。だって俺その時中学生か高校生の時でさ、思い出も何もない。あの時は本当にひどかった。でバスの運転手さんも道が荒くてさ、道が荒くてさとか、運転も荒いのこうやってブーって行くじゃん、普通はさ、こうやって運転するじゃん、じゃないの、もう片手タバコでさ、こうやって運転してさ。マザー牧場マジディスってるから、今マザー牧場の今これ従業員見てたら直せよマジで、本当に豚のレースはもうちょい盛り上げた方がいい。歓声が鳴りやみませんみたいな、乙女大使に任せときみたいな、そのよく喋る、一人で漫才するのイケメンかって、全然イケメンじゃないよ。そう、イケメン風に見せてる、顔がちょっとね、そう、複雑な顔をしてるから、髪型でだいぶごまかさないとやばいの。だからさっきね、そう、ヘアメイク行ってきたよ。そう、行ってきたよ、ちゃんと。本当に何なのこれ、本当にすごい舞台系っつって、ほんで舞台系って感じで、本当乙女大使やらせていただきます、ほんと。あー、すごい話したね今日ね、ほんとね。でもなんかね、歌舞伎町来てからなんかね、すごい、あ、歌舞伎町ってすごいよね。俺さ、下町出身だから全然わかんないんだけど、あれなんだね、なんか歌舞伎町って普通に逆なんとかあんだね。でもさ、俺初めて歌舞伎町に来た時に、そのなんだっけ、なんかね、俺ね、こうやって雨降ってた時だったら、初めてっつうか、もう初日よ、初日2日目わかんない、忘れた、あの日雨が降ってた日覚えてる、雨が降ってた日、歌舞伎町に雨が降ってた日あるじゃん。その時にさ、一人でさ、ドンキホーテからこうやってバーって帰ってたのね。お、歌舞伎町のドンキホーテからバーって帰ってたらさ、ロシア人みたいなさ、女の人にさ、すごいさ、あなたかっこいいねっつってさ、そう、傘入ろうよとか言ってさ、そのまま傘入ったの俺。なんかさ、だってさ、雨濡れたくないし、乙女大地はそんな別に濡れてもかっこよくなるようなタイプじゃないから、むしろ濡れたらもっとすごいブサイクな乙女大地が映っちゃうからさ、傘入ってさ、一緒に行ったんだけどさ、怖くて、まあその時は逃げたんだけどさ、こういうことが何回もあるんだと思って。そうで、なんだかんだ俺逆なん結構されてるしね、うん、でもね、その女性はね、一人、あとの3回は男性でした。うん、ついていこうと思ったけど、話のネタになるためにね、ただこれはネタ以上のものになったらあかんと思ってやめました。はい、楽しかったです、ほんと。3人分超えてるだろうってやばいよね、多分。で、そう、だからさ、ちょっと逆に考えれば、ツイキャスでもいつもこんな感じだから、まあ一人の方が良かったかもね、むしろね。うん、ほんと、よろしくお願いします、ほんとに。これね、ほんと、ツイッター登録して、なんならね、俺、インスタグラムのね、あ、こうやってやった方がいいね。これ逆なんだ、全然わかんない、やめた。そう、めんどくさいから。そう、インスタグラムやっててさ、そう、俺今めちゃめちゃ体鍛えてて、そう、どんぐらい体鍛えてるかわかんないでしょ、これ。初めて見てくれる。俺、アウェイでしょ、多分今これ。だからアウェイだから多分一応言っとくと、インスタグラムで毎日ね、ナルシストだから筋肉の画像を投稿してんの。ね。でさ、俺もモテたいなって思うわけよ、それね、本当に。女性から乙女たち求めたいなって思っててさ、でモテたいな、モテたいな、モテたいなと思った以上に、ね、もうインスタグラムにアップしたの。あ、女の人からいいねめっちゃ来たと思ってさ、いいねがもうなんかベチャ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 って来たからさ、え、めっちゃ嬉しいって。そのね、時の画像がこれ、え、これど、これカメラかさ、え、これわかんない、え、あ、もうこれ、この時こんぐらい鍛えてたよっていう、
さあこんぐらい鍛えてたの。これをね載せたらさ、すごいいいねが来たから、うわめっちゃ嬉しいと思ってさ見たらさ、なんかもうほんとさ真っ黒のなんか森の妖精みたいな、なんかほんと怖がってるさ森の妖精みたいなやつがさ、大地っていう蜜に群がってきてさ、そんなことあるっつってそんなことあるっつって記念なるし、大地大地かっこいいよとか言って、そんなタイミングで CM お願いしますとか言って、それでは CM に移りたいと思います。これのね筋肉の話をねこれからさせていただきます。ワンセイいきますよ、大地から。はい、CM どうぞ。彼はホストがしたいと言っております。絶対この時点でそんなこと言ってないでしょ。お出来ましたお正平だ。彼は本気らしいです。よし頑張ろう。ここ頑張ります。やっほーこんにちは。お酒作ってるところからこんにちは。はい、ようこそこの大地の不思議な時間へ。この枠見てる人たちは本当に物好きな人たちですね。見てこのさ、俺さこの氷の音めっちゃ好きかも。この氷すごい好き。みんな聞いて、これ夏、夏を思い出す。すごい夏を思い出す。大地は夏が嫌い、汗かくから手汗すごいんだもん。だからさ鼻水もすごいし手汗もすごいしさ、昔さテストの時さ毎回さ鼻水がすごすぎてテストがビシャビシャになるぐらい、本当になぜかテストの時だけさ鼻水がすごくなるっていうなんかね病気を持ってるんだけど、多分これがんよりねすごい重症だと思うんだけど、うん、ここにお医者様いましたらよくね本当に大丈夫てか、さっきさもうこの話飽きたからやめるけど、これささっきさ大地コメント欄こうやって見てたのね。うわーすごいないっぱいコメント来てるなと思ってさ、ちょっとねこの休憩中にね大地ねまあ一人で喋ってたんだけど、まあ休憩中もねまあ休憩中も一人で大体喋ってんだけど、そうコメント欄見てさ、そう何ヶ月目ですかつって、1ヶ月ちょっとです。はい、1ヶ月ちょっとでだいぶ喋ってます。はい、ツイキャスも始めて1ヶ月ちょっと、よかったらみんな見てみてね。やっほー乙女大地だよ、ございますね。はい、よろしくお願いします。あーすごい納豆みたいな顔してんって、あーそれよく思う。俺もなんかさ納豆とか深海魚がよく似合うよね。そう俺もすごい思う。早くね垢抜けてねみんなのねそばにね立ちたい。はい、そういうコメントって嬉しいです。はい、乙女大地です。もう一回自己紹介してって、やっほー乙女大地だよ、ございます。はい、人間が大好き。はい、よろしくお願いしますね本当に。あーすごい喋ったね、みんな喋ってていいよ。ちょっと大地あれなんだっけ、てかさ俺さマジ本当にそれこそ逆難の話したじゃん。ちょっと今思い出したから言うけど、146個しか言葉がないからさ、そうなんも大体頭の回転が早いんだけど、そのなんだっけ、あ忘れた、やばくない、この短時間で思い出したこと忘れる、やっぱ偏差値30ってすごい不便だねとか言ってさ、そうなんだっけ、そう俺さ、そうさっき逆難の話とかしたじゃん。それさ逆難ねした時に逆難した時にじゃない、逆難される最近、そうでさジムでさ俺風呂からこうやって出てきたのね。やっほー乙女大地は風呂から出てきたよみたいな感じで出てたらさ、なんかねもうパンツがなくて、雪の日へ俺びっくりしたんだけど、えパンツなくなることなんてあると思って、ジムで、まあ、盗む、逆に乙女大地のパンツを盗みたがられてる、オーラ出てるパンツを、まあね多分あれね外人が盗んだと思うんだよね。多分日本のパンツってさ向こうで高く売れそうじゃん。だからさ、まあ、多分ね向こうでね多分高く売ったんじゃないかな、パンツをね。そうパンツをね、パンツ、パンツ英語ってなんて言うのか分かんないけど、乙女たちバカだしさ、そうあなんだっけ、まあね乙女大地ね、そう大体飽きられないように大体小出しにしていくタイプなの。そうみんなに飽きられないように一気にバーってさ大地をさ紹介しちゃうとさみんな飽きちゃうでしょ。コメント欄でもう飽きたよみたいなこと言うでしょ。だから乙女大地はそう小出しに小出しに小出しに行くから、そう別にさだってここ誰もいないからさ、そうここのフィールド上誰もいない、乙女大地だけだからもう一人で勝手に喋るよ今日は。そうなんだっけ、
なんだっけ、そう、小出しにね、1個出しておくと数字は何桁でも暗記できる。本当に何桁でも暗記できる。これは多分酔っててやったことはないからあれなんだけど、スイキャス中にさ、できないから、その一人でさ、お前カンニングしてんじゃねえのとか言われそうだからちょっとあれなんだけど、本当全然お店来ていただいて、全然 やってって言っていただければもう全然、うわやってなんか蹴っちゃってごめんなさい、そう やるし、そうルービックキューブも全然できるから、そうルービックキューブ募集中、てかバイク便で送っといて。偏差値っていうか IQ だね。趣味なんですか？趣味なんだろう。そうやって言われるとすごい困る。ツイキャスで配信すること、最近は1ヶ月ぐらい。昔はねガンプラ作るのが趣味だったり、そうでも飽き性だからさ、そうすごいね忘れちゃうの。何事やってたら、そう昨日までやってたことすぐ忘れる。あれさっきまで食べてたものなんだっけとか言ってて、かこれ今何分経ってますか、これね30分、これ、ね、1時間2時間3時間わかんないけど、何分経ってるのかわかんないけど、このまま永遠に喋ろうかな、マジで。これ3、待って時計見ていい？今1時6分ってことは、待ってこれ何分か、あ、待って15分までなの、待ってあと10分もないの、ね、早くない？ねえもっとお前ら付き合えよ、本当にもう付き合い悪いなお前ら。受けるスタッフとか言って強盗、乙女大丈夫なの、それは仕方ない。待ってこの早い5時間、そう5時間、そう臭そうとか言うなよ本当に。でもねちょっと臭い、足はちょっと臭いかも。昔さ寺の修行行ったんだの大地、急にさパッと思いついたら行きたいタイプだから、昔さこうやって寝てたのね、寝ててさパッて寺の修行行きたいなと思ってさ、座禅組に行けるじゃん、だから座禅組に行ったのね、一人で勝手にさ、一人でさ座禅組に行ってさ、こうやってさこうやってやってんじゃんでさやってんだけど、隣がさ臭すぎて、そう隣が臭すぎてじゃん、俺が臭すぎて、もう隣がさもうずっとわめいててさ、こいつ臭くねみたいなって、隣よく叩かれるなみたいな、それがすげえ嫌でさ、ほんとによく喋るなって、今日は無理だって、今日無理だ、タイチって、あ、おはようございます、はい、寺の修行、バイク便実際使ったことあるのって全然ない、バイク便は本気でない、バイク便、だから使ってみてよみんな、うん、このチョコレート本当に食べたいこと言ったら、全然ここに住所書いて、本当に全然タイチがバイク便で送るよ、うん、まあ、新人でお金ないけど、そんぐらいはまあ、全然出すよ、うん、でも着払いでお願い、うん、全然よくわかんないし。タイチが使ってるなら使いませんとか、バイク便好きだねって、だいぶ好きだよバイク便だって、バイク便っていうノリ良くない、普通にすごいしね、うん、あ疲れた、誰かみんな喋って一人で、うん、今日コメントがすごいね、もう320、ロマンさん一人はやめようよっていいんじゃない、 こんな感じのタイプだったら一人も大丈夫でしょ、いつもイケメン見てるから、たまにはブサイクでも見とけ、うん、顔でかいでしょ、すごい顔でかい、ほんとに、てか顔赤くなってきたよ、やばマジで、でも全然酔ってない、そうてかシラフなのか酔ってんのか自分でもよく分かってない、このテンションだから、だって最初さ酔ってないテンションでさバーって出てきたのにさ、すごいもうずっとこのまま喋って一人で何言ってんのって感じ、お前らほんと喋れよほんとに、そう、あとね、まあ、小出しにしていくと、あと、あ、何分だ、あとね、あと5分ぐらいなんだって、5分ぐらい頑張ります、はい通りで頑張りますってか、お前らが頑張るよ本当に、超絶放送事故が起きそうとか言って、全然放送事故起きてるよいつも、うん、てかさこの前さツイキャスでさ乳首とか出してたらさ、全然普通に俺大腸もう本当ナルシストだから、ツイキャスでさ乳首とか出してたらバンになるよとか言ってさ、バンってるよ、なんか終わっちゃうよとか言われてさ、すごい最悪とか言って、本当にまあね、一応ね紹介しとくと、そう大地のねお母さんもね実は変わってる、うん、すごい変わってるよ、うん、町の変わり者だった昔から、本当に半袖半ズボンのなんかねムートンのブーツ履いてた、そうすごい変わり者だったよ、すごかった本当に、同じ人間とは思えなかったね、コメント書いてる人も多分同じ人間とは思ってないと思うけど、この乙女大地をねひたすら一人で喋ってるバカだなと思って、だってコメントさこんな347来ててさ、俺読んだの 5個ぐらいでしょ今コメント、ごめんな本当に一人で喋っちゃって、全然なんなら俺今タメ語で言ってるしね、敬語なんて使う気のさらさらないから、本当にごめんなさい本当に、これが乙女大地スターだから、営業中は全然敬語で行くんで、はい、よかったらねお店に来ていただけたら嬉しいでございます、ロマンスです、よろしくお願いします本当に、てか本気でお前らバレンタインチョコいつでも待ってるかな、ねえってなんで俺こんな一人でさ、てかあと5分しかないのにまだ一つしか食ってなかった、待ってやべ、これ800円もしたんだけど、お前らがくれねえから、バースデーの告知、あ、そうごめんなさいね、こうわかんないね、やめた、乙女大地バカだからやめた、22日そう、ゆうと様のバースデーでございます、皆様よかったらいらしてください、これ多分ね終わり頃にね、そう大地本を読むのが好きなんでよく本を読むんだけど、なんかね始まりと終わりでなんかね、そうなんか最後に言葉を発した言葉がみんなのね脳内によく残るらしいの、だからこれは最後に告知させていただくことにする、うん、
すごくない、この手の動き。何でもできそう今なら。てかね、めちゃめちゃ今言うけど、太一めちゃめちゃドッジボール強かった。てかさ、太一さ、でも太一って言ってごめんね、その名前覚えてもらうために自分のことを乙女太一とか太一とか言うけど全然気にしないで、ムカついたらボコボコにしていいから。そうでもボクシングやったからめっちゃ強いよ、本当にマジで強い、マジで強いからね、全然舐めないで本当に、舐められたら本当怖いから、乙女太一が怖い。そう、なんだっけ、何の話してた今。え、待って、何の話してたっけ、全然思い出せない。え、何の話してた、マジでマジで。これで営業中止ですから。そう、でもね、すごいがっかりすると思う。乙女たち今10-0ぐらいで話してるじゃん。それがね、営業中だと9-0ぐらいかな。すごいね、多分ショック受けると思うから、それは本当にご了承願うって感じ。全然本当に。本好きそうとか言って、本好きだよ、めちゃめちゃ好き。ボクシングめっちゃね、やってた。ボクシングめっちゃやってたっていうと、まあ2年ぐらいなんだけど、そう。なんかね、そう、ボクシングいいよね、本当ね。なんかもうボクシング好きが高じて、なんかボクシングさ、ボクシングやってるとさ、そう、タイチ下町でちょっとヤンキーが多かったから、地元さ、ヤンキーが多かったからさ、なんか舐められないようにボクシングでもやろうかなとか言ってさ、ボクシングやっててさ、そう、それでね、一回も喧嘩したことないのに強いみたいな。しかもこの見た目じゃん、この見た目で、なんかちょっとなんかさ、ちょっとダサい見た目、下町オーラ溢れるでしょ、下町オーラ溢れてさ、で喋り方もこんなでさ、意外とあいつ強いんじゃないみたいな、影の番長みたいな、なんかやべえやつみたいな。でもタイちゃん本当に見学好きじゃないから、なんか中学校の時とかさ、卒業式になんかどこ中とどこ中が30対30で喧嘩するみたいな、だからタイチも来いよみたいなこと言われてたけど、タイチはちゃんと打ち上げのサイゼリアに行って、ちゃんとね、ドリンクバーでサイゼリアのね、メロンソーダ飲んでたし、よろしくお願いします本当に。私でもボコボコにできそうとか、そんな、ほんとその通りだよ、ほんとに。だってタイチさ、マジさ、ジャブとか避けられないしね、真正面で、ド M だから当たりに行くの、そうやってこうやって、もっと打ってよみたいな、なんか足りなくない刺激がみたいなこと言うからさ、そう、なんか多分相手もビビって急にね、負けをね、宣告したりする。そう、乙女タイチ全然倒れないしね、やっべ、1分前だって。だって乙女タイチさ、こんなさ、いっぱいさ、俺いっぱい書いてきたんだよ今日ネタ帳、ナイトチューブ出るっつって1個も読んでないね、最悪また出よう。そう、ゆうと様のバースデー22日にございます。よかったら皆様来てください、よろしくお願いします。乙女太一でした、ありがとうございました。だってまだ終わらないよって感じだったから、もうちょい太一がじゃあ盛り上げるね、これで。やっほーやっほーやっ、30秒前だって、30、29、28ってお前らテレビの前で数えてたら俺がお仕置きしてやる。あ、待って、ここで下で数えてあるらしい、頭おかしく。バースデー告知、ゆうと様のバースデーが22日にございます、皆様よろしくお願いします。太一が両手を広げることはなかなかございません、それほど来てほしいということですね。皆様ようこそロマンスへ、ハロー、グッモーニングエブリワン。今日の乙女太一はこんな感じでした、ツイキャスよかったら見てね。歌舞伎町にいる皆さん、こんにちは、ゆってでーす。アンタッチャブル柴田です、よろしくお願いします。なんで僕が言うのアプリフレッシュ内のナイトチューブチャンネルにて毎月第4金曜日放送、ネオからスライデー、番組の盛り上げための一発芸、よろしくお願いします。どんなに叩いてみたって何にも起こらない、イエーイ、見てねー。